1915年の武漢三鎮。南には、長江を挟んで、関陽と武将の二つの城郭都市がある。観光はその北の長江、観光沿いに広がる観光とは、関水の北岸、長江の西岸に位置し、長江と支流の関水が合流するところを指す、地理名称である。観光は、かつて、中華民国時代に、行政院に直轄された院葛市で、 現在の中華人民共和国国北省武漢市の一部に当たる。現在、観光という自治体は存在しないが、現地の監修上では、旧観光院葛市にちなんで、武漢市の長江、観光以北の高岸区、高岸区、区逐を観光と総称し、都市下の振興に伴い、以上3区に隣接する、郊外的地域であった、東西国をも、 観光の一部とみなすこともある。観光は、元は、河口鎮という商業都市であった。夏水という川が長江に合流する場所にあるため、河口という地名になったが、後に、夏水が漢水という名に変わったため、観光と改名した。かつては、観光の長江への合流口は、関陽の南であったが、15世紀後半に、亀山の北側に変わり、16世紀には、 新合流口の北岸に新都市の加工地が徐々に形成され始めた。隣接する歴史の古い城郭都市である関陽と武将に比べると、観光は明朝中頃以後に自然発生した都市であり歴史は比較的浅いが、明朝末期には関陽と武将をしのぐ大きな商業都市となり、商工中流の物流、商業の中枢として栄えた。 新代には、観光鎮は、三世商人や先生商人や紀州商人ら各地の商人が集まる商都となり、厚生省の慶徳区鎮、河南省の主仙鎮、関東省の仏山鎮と並ぶ、四大名鎮の一つと称された。観光は1858年に結ばれた天津条約により開港し、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、日本の5カ国の疎開が置かれた。 これ以後、経済が高度に発展した観光は、東方のシカゴとも呼ばれた。長江と観光を挟んで定立する観葉、観光、武将の三氏は、武漢三鎮と呼ばれていたが、互いに、大河で隔てられており、連絡が不便であったため合一することはなかった。中華民国期の1927年1月に、初めて武漢市となり、国民政府が公衆から選挙し、 4月には、武漢特別市となった。8月に、武漢国民政府が、南京国民政府に合流すると、再び分割され、観光特別市となった。1936年には、日本総領事館の警察官が殺害される、観光法人巡査射殺事件が沖外交問題となった。太平洋戦争中、アメリカ陸軍航空隊の B-29。 爆撃機による観光大空襲で、駐屯する日本軍部隊諸も焼夷弾で焼き尽くされ、完全に破壊された。1949年5月に、中国人民解放軍の支配下に入り、武漢三鎮は再び統合され、武漢市人民政府が成立した。中華人民共和国成立以降、武漢市のもとで、死活区となっている寛容、武将とは違い、 観光の名を冠する行政区は存在しない。かつての観光の地域が大きく、高岸区、高管区、区地区、東西国の四区に分かれているためである。観光地区は現代でも武漢の経済的な中心である。ありがとうございます。